え、しりとりと。うん。あ、ごめんなさい。今、え、しりとりって言ったら、しりが立ち上がっちゃった。おうちで暇つぶし。T シャツ自慢でいきたいと思います。はい。じゃあ私からやります。はい、お願いします。ある衣装ケースを開けたら大量に入ってまして、あ、まとめといたんですね昔の自分が。それがですね、なんとこれです。おお、出た TNNKTNNK。 それはいつのやつなんですか？それは去年の今頃。あ、あ、じゃないの、おととしの稲妻だ、これ未開封です。お家で暇つぶし。未開封といえばいいですか？はい、すごいのがあります。いいですか？れいなちゃんが5月21日昔のね、はい、モーニング娘。を卒業した時の、お、その時のリストバンドも入ってます。開けてません。すごい。今開けようかな。あ、開けちゃうんですか？開けない。お家で暇つぶし。え、次、すみさん。すみさん。あ、未開封。未開封がいいですよね。お、わらび餅。え？ちょっと固まってない。何これ、近鉄奈良駅で買ったやつなんですけど、なんで未開封なの？おうちで暇つぶし。おお、またかいねえ、これなんなら色違い、いくよ、またかいあ、業者ですか？TNNK すげえな、すごいですね、はい、あらららららら、あ、業者じゃないですそれいっぱい、それ全部3日で通してないですよね。どうするのそれ、あ、それどうするのそんないっぱい持って、おうちで暇つぶし。いいよ、これ。はい。お、え、見たことあります。西川さんと、そう、西川さんと撮影行った時に、リスボンで僕が買ったリスボンの T シャツです。撮影現場のすぐ近くに。はい。これ結構おしゃれだよね。リスボアって言うんですかね。リスボア？あの、現地ではリスボアって。そうだね。ニューヨークのことをアップとかなんか いう感じじゃないのかな。あ、なるほどなるほど。これおしゃれでしょ。おしゃれ。もしかしたら西川さんも持ってる。あー、多分持ってるかもしれない。買ったかもしれない。あ、差し上げたかもしれない。あの時ちょっと覚えてない。おうちで暇つぶし。はい、すみさん、いきましょうか。え、何ですかそれ。何？ジャクソンズの、うわ、あのツアー T シャツ行ったの？はい、うわ、まあ、もうマイケルいないですけど、あの今の8年前ですか。あ、そう、はい、2012年とか。そうですね。いやー、いいなー、行ったんだ。あお、でもこれもちょっと恥ずかしくて着れなくておうちで暇つぶし。最近買った T シャツがあるんです。はい、はいはいはい、あ、最近の。お、あ、かわいい。それは普通のシャレ。日本ボーイズスクール。おうちで暇つぶし。西川さんのバンドの T シャツ。あ、おうちで暇つぶし。では次行っていいですか？あ、お願いします。まあね、俺たち大変な時にさ、心がこうやってこう落ちる時あるじゃん。はい。やっぱりコロナとか、はい、でもこの T シャツを着ると俺はね、
行きたくなるんだよね。もう前に前に進みたくなる。そんなね、俺に力を与えてくれる素晴らしい T シャツがあります。はい、行きます。はい。おうちで暇つぶし、おうちで暇つぶし。うらやましい、それ。うらやましいじゃん。こう、ほら、こう。あ、セリフ。はい。あ、そうね、どうしてもね、着れないやつがあってね。はい。一回ね、花子と歩いてるときに、はい、ザラに行って、あの、花子に選んでもらった T シャツがあるのよ。はいはい。その T シャツどうしても着れないんだけど、なんかね、どう着ていいかわかんないのよ。あ、おしゃれですけど、うん、似合いそうだけど。あ、ちょっとあの合わせ方が、俺こっちのが似合うね。マーケティングは愛。あ、お家で暇つぶし。それあの墓石にも掘りますから。ありがとう。あと18年ぐらいかな、墓石にもね。うん。俺78歳かな。え、もうちょっと いきますよ、大丈夫。82? ちょっと待って。ここで止まっちゃうとちょっと止まらないで。